教育アドバイザーの清水明宏氏が25日、TBSK、昼帯、月金曜午前10時25分に出演。米大統領選で民主党の候補者として、ジョー・バイデン大統領が撤退し、カマラ・ハリス副大統領が有力候補になったことに触れ、どうなるかわからないと、この先について述べた。ハリス副大統領が立候補を表明したことで、 女優アリアナ・グランデシンガーソングライターのビヨンセラが SNS で続々と支持を明らかにした日本の常識で言うと直接支持政党を明確にしたりこの人を支持するってなかなか言わない東京都知事選も石丸さん前秋田方市長の石丸慎治氏が SNS でインフルエンサーがどんどん押していったとした上でどうなるかわからないと分析した一方 ハリス副大統領について共和党の候補者に選ばれたドナルド・トランプ前大統領78が日本時間25日午前嘘つきお前は首一年で国を破壊するなどと早速攻撃した映像を見ながら焦りが出始めているとも話していた以下はネットユーザーの反応をまとめたものですトランプ氏も 大統領候補受諾演説で示したように少しは、応用なところを見せていれば良さそうなものを、バイデン氏が撤退表明したら、全く相手への敬意を示さずに罵倒しているばかりでは、トランプではダメだと、相手側が結束してしまうことになってしまうだろうに、反トランプの旗印がなければ、ハリス氏支持で一本化は簡単ではなかっただろうが、ほぼ一本化されてしまったようだ。 ハリス氏とトランプ氏の支持率が均衡しているようだが、ハリス氏に関しては、未だ副大統領候補が決まってない。だから、有力な副大統領候補が指名されたら、さらに、支持率が、上がる、可能性があるわけで、一点、トランプ陣営が不利になる。可能性が、ここに来て表面化したのではなかろうか。 トランプ氏の支持者たちは共和党の熱狂的な信者ばかりで一定数の堅い支持層が存在するが同選不動票や一部の無党派層の支持が拡大することはないそれに比べハリス氏は民主党の支持のほかに黒人票と女性票が多く流れることになるだろう基本的に共和党と民主党の勢力はほぼ合格最後は無党派層や 不動票を多く獲得した方が、大統領に当選する。つまりハリス氏の方が優勢だろう野球のピッチャーで味方に点を取ってもらった途端その裏に四死球を連発したり暴投したり自らエラーしたりで自滅して大量失点というのがいるけれどトランプはまさにそのタイプだね辛くも銃撃を逃れた時点で横綱相撲を決め込んでいれば もっと違う風向きになっていたかもしれんのにあの年でそれではもう治りようもないんだろうけれどこの先本戦までに風向きがトランプに向くことがまだ何回かあるとは思うけれど彼はことごとくそのチャンスを自ら潰してしまうと思う結局彼は再び大統領にはなれんと思うよ共和党の大統領候補になった時のトランプの笑みは すでに大統領になったような笑顔であったそれこそ、狙撃を外して耳を負傷しアメリカ国旗を背景に拳を振り上げたまでは良かったが強い大統領を演じてはいるが実際はシアオ神社でハリスが出てきた時点で笑顔が消えたトランプの焦りが見える共和党の議員は大半がトランプに忖度せざるを得ないほど政治理念が消失しており トランプ党に変貌した。共和党議員としての自覚すら怪しいほどに落ちぶれている長いものにまかれろ指揮の共和党の議員が押すトランプの焦りと負け戦がこれから始まるトランプ氏の副大統領が不用意な発言本音で女性票やトランスジェンダー票を敵に回してしまったどんな票も同じ1票だアメリカ中の女性が、 ハリス氏に投票したらどうなるか。腕力や暴力、威圧的な男は、本当は弱い男が多い。強い男は女性に優しいし、尊敬の念を持っている。腕力で票は買えないよ。強い言葉は弱さの表ああれだ。事前の予想では、トランプ氏余裕の勝利ということでしたが、どっこいハリス氏は、侮れません。 トランプ氏は副大統領候補をすぐに変えないと、まずいでしょう。ハリス氏が有力な副大統領候補も持ってくれば、完全に、ハリス氏の勝ちでしょう。石丸氏の場合とは、状況が違って、ビヨンセも、アリアナ・グランデも、もともと民主党支持を公言しているわけだから、現実的にはほぼ影響はないと思う。石丸氏の時は、おそらく広告案件的に、 ホリエモンなどの何人かの人たちが突然、持ち上げ始めたから、多少は、影響があったかもしれないけど。テレビは、政府と同じと考えるべきかなと思います。すなわち、アメリカの言いなり。テレビは確かに人を恐怖に陥れる話はよくないが、公平な世界ではない。トランプと頻発し、バイデンに偏った暴動をする。どうも株主はアメリカよりの人が多いと見える。 所詮母金かな。一人では倒される。現実は過酷。問題は、スイングステート、激戦州の無党派層の動向なんだよね。民主党の過剰の州で、いくら支持率を伸ばしても、あまり意味はない。カマラ・ハリス80%、トランプ20%であっても、大した意味はない。選挙結果に影響を与えない。勝敗を決する、スイングステート。 激戦州の動向でそこの無党派層で支持率を伸ばしているならすごいことになるカマラ・ハリスはカリフォルニアという民主党の牙城の出身獲得して当たり前のカリフォルニア州カマラ・ハリスに変わったところで新たな上積みは見込めないハリス氏が特に致命的な失点をしなければトランプ氏のバブル的人気は 急速に絞んででいいくのではないかと思われますもちろんポピュリズムが浸透した極右的傾向の岩盤支持層は変わらずトランプ氏と一連拓章なのでしょうがしかしその骨格の支持層だけでは到底過半数を獲得できないだから前回は現職を陥落したのだろうからネタニヤフ首相が米議会でトランプ氏を激章していたが これだけでも反イスラエルに傾くそうはトランプに即方、向くからネタニヤフ首相の名アシストに感謝ですね。そして副大統領候補のバンス氏も、ハリス氏への名アシストを期待できる、トランプ候補の選挙戦略がどうなっているのか、知らないけれど、銃撃事件で完全に主導権を握ったと、確信してしまって、あの事件だけで大統領になれると思ってしまったのかもしれない。 見通しの立て方がどうにも素人っぽいから、銃撃バブルはあっという間に民主党によって削られると思います。結局、どちらがマシかってことにはなると思うんだよね。トランプ氏はご覧の通りだけど、ハリス氏も実績や能力面の資質が怪しく、そこを問われている。それを払拭できる発信があればいいが、現状だと何も評価できない。日本としては 日本やその周辺に対してどういう認識でいるのかも把握したいところ有権者がアメリカや世界の現状や課題についてどう捉え何に問題意識を持っているかそれを踏まえて候補者の何を要素を見て選ぶか天秤にかけつつ判断するかしかないと思う。